マスクの面に対して風を当てないようにしてください。ホッドアイ109チャンネルの AT です。ご訪問ご視聴ありがとうございます。今回は夏場暑いシーズンにマスクを使う時の注意点、電動ファンやっぱり使ってる方多いですよね。暑い最中非常に楽で涼しいです。こういうネックファンでこういったものも同様のお話、首からかけて風を当てる場合も同じ、そしてうちわとかこういった扇子、これで仰ぐ場合も同じなんですけれど、マスクの面に対してですね、風を当てるのがこれ実はウイルスをいっぱい吸ってしまう原因の一つになりやすいんですね。これは花粉の時にあるあるだったんですけれど、花粉シーズンだと暑くないのであんまりうちわを使うシーンはないんですけれど、ごく稀にやっぱり蒸し暑くてうちわを使ったり扇子を使ったりっていうシーンは今までもありました。また自転車に乗って風当たりが強くなったりする、風が強い日なんかもそうなんですけれど、同じ状態でマスクをしているのに花粉を吸う量が増えてしまう、そういうのはよくある話なんですね。昔から花粉の時のマスクのあるあるです。マスクをしている時になんで風が当たると自転車に乗っていると花粉を吸ってしまう量が増えるんだろう。このマスクのフィルター面、ここは基本的に花粉を通さないという前提ですけれど、いろんなとこ隙間ありますよね。完全密閉で使っていればまた話は別なんですけれど、やっぱりマスク、なかなかこういうプリーツマスクを完全密閉で使われている方少ないので、今もう街中を見ても9割の人こういうところ開いて使っている状態ですけれど、しっかり閉じている状態のつもりでもやっぱりどこかしら開いてるというのが昔よくあったんです。今ほど高性能なプリーツマスクもなかった時代だったので、そうするとわずかに空いてる隙間って、こういうのってソフト密閉といって、ふわっと乗っけているだけの状態って風に弱いんですね。風圧がかかった時、こういうところ隙間がここに風の圧力加えると空いちゃうんですね。こういうところ、マスクにもよるんですけれど、完全密閉していない状態で使っているようなマスクでどっかしら隙間があったところでこうやって風を当てちゃうと、自転車に乗ってる風でも同じですけれど、補足ちょっと基本事項の確認ですが、もちろん花粉とウイルス飛沫は飛んでいるシーンも違います。花粉はシーズン中あらゆるところ空気中に飛んでいますが、ウイルス飛沫は人がいるところ、いたところ、そこから空気が流れてくる場所に飛んでいます。自転車で車道を走って風を受けている場合、例外はありますが、基本的にはウイルス飛沫はそれほど飛んでいません。人がいる歩道の横を走ったり交差点で止まった時などは浮遊飛沫にさらされる可能性はありますが、今回はマスクの風に対する脆弱性の例として、花粉でのよくある事例で自転車やバイクの話を引用しています。自転車が風を受けると感染しやすいというお話ではありませんので、誤解のないようお願いいたします。こうすると空気中にいる浮遊している浮遊ウイルス飛沫をここに当てちゃうんですね。通常の量だとこのマスク全体の面のところに対して当たっている飛沫の量っていうのが10とかだったりすると、風がふわっと吹くと20になっちゃったり30になっちゃったり平気でするんですね。そうなるとこういう隙間から入る量も当然増えてしまいます。なんでこんなに花粉吸うんだろう、自転車乗ってるとなんでこんなに吸っちゃうんだろう、どこかにこういう隙間がわずかに空いてたりした場合、それで自転車に乗るとこっちから風が当たればもちろんもろに入っちゃいますけど、こっちから当たったとしても巻き込みでこういうところ入りやすくなるんですね。なので特にオートバイで使ったりすると、普通に歩いてたりするのの10倍ぐらいの量の花粉がここら辺に当たるわけですよね。このつぶつぶ微粒子ですから、微粒子の当たる量が増えちゃうわけです。当然わずかに隙間があったらそこから入る量も10倍とかになっちゃうんですね。だから本当にバイクでプリーツマスクすると花粉吸いやすいんですけれど、同じことがこういった電動ファンとか風を当てるという行為でもありえます。完全密閉してればいいんですけれど、完全密閉できていない人がほとんどの今現在、ましてやこういったウレタンマスクとか布マスクとか、こういったスポーツマスクとか、大手が出してるスポーツマスクも同じですよ。あれはもともとウイルスをカットするフィルターついてないので、そういったもので風を当てる、走る、自転車でもランニングして走っててもそうですけど、風の量が増えるっていうことはそれだけここに当たるウイルスの量が増えるっていうことです。隙間も含めてね。もともとウイルスをカットしないものだと、こういうのだともろにウイルスここに当たる量、ここでは防げないんだから、隙間と同じですから、全部が隙間と同じなので、ここに当たるウイルスの量が倍化しちゃったら、そりゃ感染する確率桁違いに跳ね上がる
がっちゃいますよね。プリーツマスクは一応完全密閉して使っていれば大丈夫のはずなんですけれど、なかなか完全密閉難しい上に風で隙間が少し浮き気味になってしまうことを考えると、マスクの面に対して風を当てないようにしてください。暑かったら首元とかに当てるのは大丈夫だと思います。暑い、人から離れている、ここはウイルス飛沫まず飛んでない、大丈夫だろうっていう状況だったら風を当てないでマスク取っちゃいましょう。熱中症になるよりも人がいないところへ行って完全にここはウイルス飛沫飛んでないっていうところでマスク外しちゃいましょう。その方がよっぽどいいです。時々外すのも大切です。夏場は特につけっぱなしだと熱中症になったり、給水できないとそれでやっぱり脱水で熱中症になっちゃいますので、マスクを外せる場所へ避難する、そこで一回マスクを外すというのも大事です。どうしても人が多くってここはウイルス飛沫飛んでるかもしれないなという状況でしたら、電動ファンでもネックファンのこういう角度でも、またこういった扇子とかで仰ぐ際にもマスクの面に対して仰がないでください。本当にここに冬ウイルス飛沫飛んでる状況でこれをやってしまうと、マスクの面もそうですし、それに目です。メガネとかゴーグルとかされてる場合はまだマシですけど、それでもマスクほどじゃない密閉度ですよね。ゴーグル、メガネっていうのもやっぱり完全密閉してるわけじゃないので、普通のメガネ、花粉メガネとかを使って外へ出てらっしゃる方、これをやるとやっぱり隙間から入ってくる確率が格段に増えてしまいます。吸引をしないので鼻とか口とかから入るよりも目から入る確率の方が低いですけれど、風を当てることによって目から入る確率が増えてしまいます。風を当てるときにですね、じゃあおでこはいいだろう、おでこもやっぱり目にきますよね。やはり首元に当ててください。マスクの面に対して風を当てないで、下の方に向かって、首元に向かって風を当てる方がいいでしょう。そのために私今回、今シーズン参考レアモノショップさん、これだとここの首に接している面が冷えて血管を冷やすということで風が出ないんですね。ということでこれはコロナ中でマスクをした時に使う熱中症対策に有効なんじゃないかと思って今回これを導入したんですけれど、これだとここ微風は出るんですよ。中を冷却するためにこの機械の冷却のファンがついてるけれど、それはマスクの面とか顔に向かって放出されないので、こういうのだったら大丈夫だと思います。あとはこういった100均で売っているような、この中に水を入れてシュッシュってやるのがやはり有効なんですけれど、暑い時霧ですね、ミストをかけて仰ぐ、風を当てるっていうのがやっぱり熱中症対策で非常に有効なんですけれど、この際も首だけにしときましょう。おでことか顔全体にかけると、おでことかについてる飛沫ウイルスっていうのも当然ありえますので、それがこうターッと垂れてきちゃって目とかに入っちゃうのは非常に都合が悪いので、ミストを行う場合シュッシュってやるのはやはり首元から下にしましょう。今回は暑いところでマスクを使った時に電動ファンやうちわ、扇子などを使う、風を当てる時の注意点でした。ご視聴ありがとうございました。